こんにちは、ライムです。今回は地味に皆さん楽しみにしてるんじゃないですかね。あのユニオンチャレンジ達成人数が発表されました。これね、皆さん覚えてますかね。先月のユニオンチャレンジ動画で人数がね、減っていたんですよ。6月の時がダークロード実装で人数がね、ユニオンチャレンジに参加してる、要するにアクティブユーザーですよね。アクティブユーザーの数が増えていて、でその後か7月もまあダークロードが実装されてまだ1月というところで増えていたんですよね。人数が8828人で増えてて、で先月の8月ダークロード実装から2ヶ月経ってアクティブユーザーはどうなったのかっていうと、なんと減っていたんだよね。7253人に減っていたんですよ。でこれが6月が7394人だったんで、そのダークロードで増やしたユーザーが8月になってそのまま抜けていったっていう一月でなんとも情けない結果だったんだよねでこれでこの今ね5周年イベントじゃないですか。ね、まあいろいろね、この運営さんもだいぶ、まあ僕の動画見てる方だったら分かると思うんですけど、結構やらかしてんだよね。もう今月に入って4回やらかしてんだよね。で、まあユーザー数どうなのかなと。ただいろいろやらかしてるとはいえ、その逆にそのおかげもあってなのか分かんないけど、なんか盛り上がってるよねやっぱり先月と比べると明らかに盛り上がりが違うなと。うん、やっぱみんな、やっぱジュエル配ったりとか、ね、あとね、ガチャがリニューアルされてすごく良くなったじゃないですか。もう、悪いです。今まででこの5年間で最低なガチャからの、この5年間で最もいいガチャに化けたから、やっぱみんなテンション上がってんだよね。ジュエルが帰ってきた人とかもそうだし、その単純なね、その、いいガチャになったってことで、やっぱツイッターとかね、ネットとか見ててもやっぱ活気が違うもんね。なんかしかも久々に見ましたよ、僕も。例のね、10連で出ましたみたいな、かっこ笑いみたかっこ笑いみたいな久々に見たわ。このいわゆる10連キッズ久々に見たので、っていうことはやっぱ活気が出てきたんだよね。人気とは言えないけど、少なくとも、この、10連キッズすら いなくなってた状況を考えると、これはまあ久々に、ね、活気が出てきたと言ってもいいんじゃないか。5周年。はい。っていうところで、そんな10連キッズも出てくるようなレベルで、また活気づいてきたので、お知らせ見ていこうぜ。ユニオンチャレンジの人数がどうなってるか確認してみようぜ。ただね、やっぱり復帰勢の方と、その新規勢の方も増えてるんで、うん。今回はね、相当いい線いってると思うんだよ。もうすでにこれ、もう出ちゃってから、まあいいか。はい、読んでいきますよ。キーブレード使いの皆様、ご参加いただきありがとうございました。達成ユニオン数5、9月9日、9日以降に、5ユニオンの達成報酬順次配布いたします。もうこれ配られてるけどね。はい。でこの下にもう達成人数すべて載ってるんで、ちょっと見ていこうかなと思います。いくよ。一応先月の分言っておくと7253人だからね、先月が。覚えておいてね。いきますよ。ドドン。うわ、おお、これやばくない？これやばくない？何がやばいって、もうウニコルニスが8155人でしょ？このウニコルニスだけで先月分の達成人数余裕で超えちゃってるっていうね。すごいね。爆増じゃん。爆増ですよ、これ。やばいね。で、ウルペースが4699人。で、レオパルトスが1534人。で僕らのアングエスが1486、ウルススが751。すごいね。これはすごいよ。先月が、
先月とかね、先々月からかな、ウルススが元々の達成人数がユニオンごとのね達成人数が500人だったんですよ。でも数ヶ月連続、3ヶ月ぐらい連続ウルススが達成できなくて500人いかなくて、で450人に目標値を下げられたんだよねハードルを下げられたんだよね、あまりにも達成できないから。でまあ今月どうなることかなと思ったら、なんとウルススでさえ、あの450人やっと行くようなウルススが751人。これはすごいね。ウニコルニスに至っては8155人、先月の人数超えてるからね、一つのユニオンで。これはすごいね。でこれの合計数だよね、結局この合計数が先月と比べてどうなのかなというところ。先月7253人、果たして9月のユニオンチャレンジ達成人数はドン、16625人。ブラボーブラボー、これはブラボーというほかない。なんと先月の2倍以上すごいね、これはすごいわ。2倍、 2.2 倍ぐらいいってんじゃないかな、多分 2.2、3倍。すごいね、これは。あ、これはもう圧倒的すごいね。やっぱりだからアクティブがこんだけ増えてるから、そのまあログイン勢にもでも復帰した方も当然いると思うので、単純なユーザー数で言えばだから2倍以上帰ってきたってことだよね、帰ってきてくれたってことだよね。すごいなぁ、やっぱ5周年イベントっていうか、まあこういうお祭りごとだとみんな、お、なんだなんだ祭りやってんのかっつって覗きに来る人たち多いんだね。やっぱり本当最近復帰勢の方とかね、あの新規勢の方とか、動画のね再生数とか、まああるいはコメントとか見ててもわかるんですよね。やっぱりね、明らかにこの人新規勢だなみたいな質問とか多くなったし、あと復帰しましたとか、まあネットとか見ててもね、なんだろう、何年ぶり ?2 年ぶりぐらいに復帰したけど今の環境全然わかんねえぜみたいな環境変わりすぎみたいな感じの、コメントをね残す人がいたりとか、やっぱ久々に復帰したけどライムさんの動画助かるなみたいな、ありがたいコメントとかね書いてる人も当然いたし、うん、ってところですごいね、やっぱ5周年すごいなって、うん、なんか落ちたななんか落ちたなはい、っていうところですごいな、増えました2倍に。ただ皆さんね、これあれですよ、これまたなんだけど、これ5周年だから、これあくまで5周年だからなんですよ、これ5周年特需、5周年特需なだけであって、来月どうなってるかわかんないんだよね、これね。これ来月の人数予想しとこうかな。皆さんもね、来月の人数ちょっと予想してみてね、これ。先月が7253人。で、今月が16025人、2倍に増えました。で、この5周年イベントが終わったら、何人になる、果たして。何人、10月の達成人数、アクティブユーザー、多分、まあ多分また半分になることはないと思うんだよ、多分。いきなりそんな半分一気に逃げ出さないと思うので、しばらくは遊ぶと思うんですよ。5周年でほらね、テラベンアクアだったりとかさ、ロクサス、シオン、リア、もう今後実装されて、さらに記念メダルでストレリチアムとかも来るから、それを考えると、まあしばらく、お、なんだユニクロ面白いじゃんみたいな人たちが残ると思うんだよ、多少はって考えると、まだ1万人は乗ってると思う。多分ざっくり1万2千人ぐらい。いや、希望見すぎかな、夢見すぎかな。まあ1万2千、希望ね、希望も上乗せして1万2千人ぐらいにしとこう、予想は。僕の予想はちょっと厳しめな人だったら9000人とか言うかもしんないけどいや、1万2000人ぐらいは残っててほしいなっていう気持ちも込めて1万2000人にとします。
10月のユニオンチャレンジの達成人数、アクティブユーザーの数は。うん。まあ、その他ね、あの、エネミーコロシアムだったりとか、で、調べる方法も、あと PVP、あとあれか、ハイスコア、あたりで調べる方法もあるけど、とりあえずユニオンチャレンジの見た感じはこんな感じだね、アクティブね。うん。まあ、でもかなり増えた。2倍以上になったのは本当喜ばしいことですな。はい。ということで、最後におまけで各ユニオンの早期討伐者も、一応チラ見してみます。一応動画にね、あの名前が映ると嬉しいっていう方もいるんで、一応流し読みしていきますけど、まあ僕はね、正直全然わかんないんだけどね。お、赤月くんがいるぞ。正直あんまり他のユニオンの人はわからないんだけど、本当にね、数少ない人しかわからないから。お、アルテマウェポンっていうパーティーがある。あ、これなんか、前回もいた気がする、この、クワトロ A。トリプル A ではなく、クワトロ A。クワトロ A さんのパーティー。あとは、エクスカリバー。エクスカリバーっていうパーティーがあるんだね。ワンダには、ジュエルをください。ジュエルをください。はい、ウルペウス行きます。あー、でも復帰勢とかの方もいるのかな。まあね、復帰勢の方とかもいるんでしょうけど、うん、全然わからん。あ、 SB プラプラチェレナボ、これあれだよね、あの僕が知ってるトイさんではないトイさんなんだよな、確か。 トイさん本人からなんかコメント来た気がする。それ Y じゃないよみたいな名前違いの人たまにいるからな。そう、ライムって人もいるんだよね、他にね。他にいるんだよね、ライムって人も。なんか、ひらがなのライムさんだったりとかが、まあ、同じカタカナのライムさんだったりもいるし。まあ、そりゃいるよね、ライムぐらい名前つけるよね。全然わかんない。全然わかんないぞ。全然、お、キングオブミッキー。キングオブミッキーっていうパーティーがある。イニシャル D。つながる心が俺の力だ。はい。いよいよ我がユニオン、アングイス。アングイス、まあアングイスさんは、アングイスさんはうちのパーティーのメンバーが入ってるかどうかだね。さあどうだろうか。うちのメンバーはいるのだろうか。うちのメンバー、むしろいた！わ、二人いるわ。カノン君と白雪君がいるわ。おめでとう！ありがとう！なんだかんだね、僕自身は全然入ってないのに、ちゃんとね、パテメンが入ってくれてるっていうところはね、ありがたいね。こうして自分の動画で自分のパテメンが見れるんだから。まあ、他はいないかな。他はいませんね。はい、ウルスス行きます。クマックマ。いいよね。これ、たまにね、あの、僕が好きなね、あるんですよね。パーティー名がね。クマックマ。クマックマさん、いいよね。雰囲気が。クマックマっていうね。ついに、声に出して読みたい日本語。あ、アンさんがいる。ハイファイブ。あ、レオ大使さんがいるぞ。新中産機関。レオ大使さん。レオ大使さんは不思議な方だからな。パーティーに、レオ大使さんこんなパーティーに所属、こんなパーティーって言ったら失礼か。こういうパーティーに所属してんのかな。ゲストなのかな。あ、りょうちゃんがいるぞ。りょうちゃんなんか、なんだかんだやってんだよな。基本クソゲーってディスってるけど。なんだかんだやってんだよね、ユニクロ。はい。まあそんな感じですね。流し読みしましたけど、ほとんどわからず。皆さんの名前ありましたかね。はい。とりあえず、まあ本当この動画はアクティブユーザーが何人かっていうね、調査動画なので。
来月はまあ1万2千人ぐらいだと予想しておきます。皆さんもぜひね予想してみてくださいといったところで、今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。